これよりデータサイエンス数学ストラテジスト、中級最強の合格問題集の説明を始めます。まずデータ活用人材になりたい方にとっては、数学と統計学の知識やスキルが必要であることをしていただきたいです。例えば、データを扱ってデータを処理したり分析したりするときに、 そのデータの性質だったり、いろんな種類のデータの形式を理解するために線形台数が必要です。また、ニューラルネットワーク、まあ、ディープラーニングですね、えー、とそれを扱うためには微分積分などの知識が必要です。そしてですね、えーと、分析の結果の精度を評価したり、扱うデータの分布を理解するためには統計学が必要です。さらに、 えっと、プログラミングコードを書いてデータを処理したり分析したりすることが多いんですが、その際には、えっ、ー、と、ロジックだったりアルゴリズムを理解する力が必要となります。ということで、えっ、ー、と、数学や統計学の知識がないと、まあ、データに対して正しい判断ができなかったり、えっ、ー、と、データ分析できたとしても、それを解釈できずにコードが取れなくなったりすることがあります。 で、えっ、ー、と、データサイエンス数学ストラテジストはですね、えっ、ー、と、データサイエンスのための数学、まあ、ここには統計学も含まれるんですけれども、を検定する、えっ、ー、と、新しい資格試験として、今2021年の後半から始まったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ただの数学ではなくて、データサイエンスに特化した数学の資格試験として、非常に注目を浴びています。 はい、でこの資格試験はですね、どこかのテストセンターに行って、えー、と受験するのではなくて、えーと、自宅ですとか好きな場所で、えー、といつでもウェブ上で、えー、と受験できます。そして、えー、と合格数値といいますか、あの結果、合格か不合格か点数、そういったものが、えー、と試験終了とともに画面に出てきます。すぐにわかることができます。はい。 で、えっ、ー、と、データサイエンス数学ストラティストはですね、えっ、ー、と、ここに書いてあるような、えっ、ー、と、4つの学習分野から構成されています。詳しくはこちらにも書いています。はい、えっ、ー、と、基本的な計算ですね。そして、えっ、ー、と、機械学習やディープラーニングの、えっ、ー、と、ベーシックな、えっ、ー、と、モデルの理解と、それに関連する数学。そして、アルゴリズムや、プログラミングに必要な、えっ、ー、と、ロジカルシンキングですとか、 えっと、そして、えっ、ー、と、これはちょっと、あの、意外かもしれませんが、えっ、ー、と、ビジネスに関連する数学も出てきます。データサイエンス数学ストラデストには中級と上級があります。えっ、ー、と、上級にはですね、えっ、ー、と、大学数学も出題されますが、割と、えっ、ー、と、難しめの微分析文ですね。 それに対して中級は中学校もしくは高校の数学1 a までの数学が出題されますで。これからですね、データサイエンス人材を目指す方にとっては、まずは中級に合格することを目指していただきたいです。ピッチャーアカデミーではですね、データサイエンス数学ストラテジストのオリジナル問題集をご提供いたしております。 こちらはですね、えっ、ー、と、この資格試験に合格できるのは、えっ、ー、と、もちろんですけれども、それだけではなくて、まあ、例えばですけれども、この資格を、えっ、ー、と、受けずに、えっ、ー、と、まあ、社会人として、あの、数学を学び直したりですとか、復習したりしたい方にとっても、えっ、ー、と、いうような、えっ、ー、と、問題集となっています。実際に、そのように、えっ、ー、と、数学の学び直しをしたいから、えっ、ー、と、利用してくださっている方から、えっ、ー、と、 声をたくさんいただいております。で、えっ、ー、と、こちらの問題集はですね、えっ、ー、と、人とに、えっ、ー、と、問題を解いて解説を勉強していただければですね、えっ、ー、と、よりデータを理解したり、えっ、ー、と、分析できたりする力が上がると思います。 でさらにですね、データサイエンス人材になるためのこうロジカルシンキングですとか、えっと、実際の日常的に、えっと、遭遇する問題に、えっと、ここで学んだ知識を応用できるスキルも鍛えることができます。こちらはですね、えっと、この資格試験の出題分野に沿った、この合格、最強の合格問題集と呼んでるんですけども、最強の合格問題集の目次となります。 この四つの分野ですね。はい。で、えっと、どのような方にこれを利用していただくことを想定しているかと言いますと、まあ、まずはですね、このデータサイエンス数学ストラティストの資格中級の方ですね、を確実に取得したい方、確実に合格したい方。そして、先ほども言いましたように、えっと、基礎から数学を丁寧にあの復習したり学びたい方、学び直したり。 そしてデータサイエンス分野への就職または転職を考えている方で、その前に数学をしっかりと学ぼうという方ですね。はい。あとは、あの、数学をあの苦手とする方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、あの、この資格を取りたいというよりも、この資格検定をですね、モチベーションとして用いて、えっ、ー、と、数学を、えっ、ー、と、その苦手をあの克服したいという方ですね。で、えっ、ー、と、ピクチャーアカデミーの この最強の合格問題集ですけれども、えっ、ー、と、公式問題集よりはるかに問題数が多くて、えっ、ー、と、200問以上あります。で先ほど目次をお見せしたんですけれども、出題分野をまんべんなくカバーした、えっ、ー、と、両問で構成されています。で、初学者の方でも安心して学べるように、問題の難易度はですね、各分野について段階的に上げています。で、えっ、ー、と、この問題集には、えっ、ー、と、問題冊子と、 えっと、解説冊子があって、解説冊子は非常に、あの、丁寧に解説をしておりまして、えっ、ー、と、実際にですね、例えば自宅で PC と、あと、こう、計算用紙とか、えっ、ー、と、計算ソフトを使っていることをイメージしてですね、えっ、ー、と、Excel などの計算ソフトを用いた、より効率的な計算法も指導させていただいております。これらはですね、えっ、ー、と、その最強の問題集、合格問題集から、 えっと、問題のイメージをお伝えしております、はい。例えばこのように、あの、計算問題ですね。あの、割合を計算したりとか、えっ、ー、と、効率、機械の効率を計算したりとか。はい、あと、これは統計学ですね。ヒストグラム、ロス分布表。そして、えっ、ー、と、データ処理にとって重要なデータの標準化ですね。結構手を動かして計算する問題が多いというのがわかるかと思います。 こちらは、えー、と実際の,あの機械学習の、えー、とモデルの一つである決定技を理解するための数学が問われる問題です。はい。えー、と最後となりますが、えー、と今の時代ではです、ね、データを利活用できて、データに基づいて行動を取ったり、意思決定できたりする人材の需要がどんどん高まっています。で世の中は理系人材ばっかりではないんですね。 えっと、今まで数学を、えっ、ー、と、理系人、理系の人に比べてさほど使わなかった文系出身の方、もしくは、えっ、ー、と、数学がそんなに好きではない方でもですね、えっ、ー、と、あのい、いらっしゃるかと思います。そういった方で、えっ、ー、と、これから数学を学ばなければいけないなと自覚を持っている方もいるかと思います。で、ビ業が必要としているデータ利活用人材は、決して理系人材に限られているわけではないですので、 えっと、どんな背景の方でも、えっ、ー、と、ぜひ、この最強の合格問題集を使ってですね、あの、数学をより好きになって、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、データサイエンスに挑戦する自信が、えー、と高まることを願っております。ご清聴ありがとうございました。